みなさんこんばんは。こんばんは。10月27日木曜日、情報ザリガニ柳屋でございます。本日のコメンテーターは茜谷由美香さんです。はい、柳屋一つ飛ばして茜谷です。よろしくお願いします。それべっぴんさんべっぴんさんやんどのシステムやかぶりで、ね、すいません。ありがとうございます。さあ、そして、アシスタントはこの方です。どうぞ。はい、アシスタントなのに遅刻しちゃったジョジョのフィリアの香りでーす。大丈夫、大丈夫、間に合った。お仕事からよかった。ああ、全然大丈夫ですよ。今日も頑張ってきましたか。はい、今日もあの部屋着でリリーベして。あ、そうなんだ。そうそう、部屋着っていうみんなの妄想の中の部屋着。あのやっぱ女の子って家では別にモコモコのなんか可愛いの着てないじゃないですか。いや、それは知らん。それは人によるんじゃないの。ファンのみんなが求める部屋着でリリースイベントしてきました。なるほど、はい、ジュラペケ。あ、ジュラペケ。なんかやだ、ドロッとしてそう。それジュラピケやってくる。ジュラピケです。ジュラってなんか、うん、そういうの。あ、なるほど、はい、そういうのね。ああ、いいじゃないですか。え、赤宮さんの部屋着はどんな感じなの。私は全然ふわふわモコモコしてないですよ。あ、そうなの。全然してないです。機能性重視ってこと。そうですね、もういかに楽に自分が入れるか。スウェットとかなの。あ、スウェット。なんかよくやっぱグループやってると T シャツとかもらうじゃないですか。あ、はいはいはい、T シャツにもう下ジャージとか。あ、もうそんな感じです。そうなんだね、はい、全然です。山本ちゃんは。お私ほら意外とこだわりあるからさ。お、どんなこだわり。麺100みたいな。そう、麺シルク、シルク、パジャマはシルクだよ。パジャマ、セロクなの。すごい。パジャマはね、パジャマシルク。え、ほな着替えんの寝るとき。当たり前でしょ。え、部屋着とパジャマは別だよ。は。え、部屋着とパジャマは別でしょ。いや、一緒でしょ。まあ男は基本一緒よ、基本。え、だってじゃあ過ごしたその服でお布団に入るの。そうです、そうよ。え、家で過ごした服ってことですか。家で過ごした服でベッドに入るの。全然全然、うんうん、もう言うとけど山本ちゃんだけやで、ね、今周り全員はぁって思ってる。え、みんなはそんなことないでしょ。過ごした服と部屋を過ごした服とベッドに入る服は別だよ。え、だってお風呂、え、ちょっと待って。お風呂場から自分のベッドまで1キロぐらいありますか。いやいやいや、いやそんな動画。結構汗かくなった。部屋着とパジャマ、ほら別に。よかった、シリンダさんいた。よかったよかった、1人いた。シリンダさん絶対めっちゃ金持ちの家だ絶対。名前がカタカナやからな。違う。あ、1人だけ、ありがとう、1人だけ、1人だけ。まあ、それはまあまあ人によるからな。よかった、焦った。俺もあの風邪ひきそうな時だけは寝巻きにするけどね。パジャマにするけど。ああ、風の時とか、ね、やっぱ汗かくからね。あ、そうなんですね。全然違いますからね、巻きは。はい、さあということでございまして、今週気になるトピックスこちらです。どうぞ。はい、はあ、さあどうなっとんのか、うん、じゃあ教えてちょうだい。はい、ゲームを通じて高齢者の健康をサポートする取り組みが全国で広がっています。その取り組みを支える一つは健康ゲーム指導士といった存在です。日本アクティビティ協会が認定している民間資格で、ゲームの遊び方を通じて高齢者の健康と交流のサポートを目的としています。介護職関係から鍼灸師、ゲーム関連の方や、高校生といった幅広い世代から注目を集めており、現在1000人以上が資格を持っているとのことです。まさにこの前言ってたような、ね、太鼓の達人やったらええねみたいな。確かにグランツーリスモスポーツや太鼓の達人などが採用、うん、あのそのね、使いながらやってらっしゃるそうなんですけれども、うんうん、だから、ね、ほんまにみんなでワイ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 やったら、特にちょっと昔の、ね、操作が簡単なゲームとかやったら、うんうん、確かにそんなん結構動画上げたらめっちゃおもろいじゃん。なんか、うんうん、有吉さんが元冬木さんとやってるゲームとかめちゃめちゃおもろかったよ。あのあれマリオやったっけ。なんか知らんけど、もうとにかくテレッテッテッドゥントゥ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 
せてくれない。そう、もうなんでなんでできないんだ俺みたいな。ディ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 、だから飛べっつってんだろみたいな。やっぱりそんなみんなでね、ワイ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 できたら。ちなみに今年ね、カリフォルニア大学サンフランシスコ校の研究チームがリズムゲームで遊ぶと、高齢者の短期記憶が向上すると報告があったとか。まあまあね。ね、すごいね。そうそう、なんかこうなんかね、使わんくなるからどん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 劣化するみたいなことを言いますからね。だから指も動かすし、記憶力もどん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 上がっていくって実は言いますしね。めちゃくちゃ音ゲーうまいおじいちゃんおばあちゃんとか見たいですね。ねえ、ささ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 さみたいな。確かに。あのほら踊る足で踏むやつあれやん。あら踊っといたらええのよ。あ、少し落ちたからね。そう。で、楽曲ちょっとなんかその演歌とか懐かしい夏メロとか。4人で1箇所ずつ担当したらええのよ。いいね。確かにね。負担が。私右行くねって言って。ちゃんと手すりもね、用意してもらってね。あの危なくないようにしてもらってね。トメさん来たわよ。言ってあんたの番よ、どこかいな言ってあ次わしやみたいな。あ、それはもう、うん、まあでも我々もこうゆくゆくは高齢者になっていくわけですからね、いつか、うんうん、我々はこうパッとこう、ね、ゲームって言われてもいけるような気するけど、うん、今のとと我俺らぐらいのお父さんお母さんがちょうど今の高齢者になるから、うん、その辺がギリゲームしてないので、ね。あ、うん、そっか、確かに。なんかやっぱりそういうデイサービスとかそういうところでは結構そういうゲーム流行ってるってね、うん、言うけど。そうそう、でもなんか結構可愛いゲームが多いのよ。あのみんなでボール叩き合うゲームとか。ああ、そうなんだ。そうそうそう、なんとかサッカーみたいなとか、結構そっち系のゲームはあれやねんけどね。ちょうどうちの親世代ってゲームはしたかー言うてた世代やから。そうそうそう、ね、でも今この年になって結構だからこういうね、VR とかやったらね、ハマりそうやから、絶対刺激にはなるよね。ちなみにどんなゲームなら、指導できますか？え？どん？宮野ちゃんはモーハンとかじゃない？いや、モーハン無理よ。無理？モーハンはだって俺でもあたふたすんのに、いや、めっちゃおもろいけどね、おじいちゃんとおばあちゃんとかが、うん、わしゃ操縦こんじゃとか言ってたら、言うて。めちゃめちゃおもろいけど、やっぱりなんかそうね、単純なほんまにあのゴルフとか、昔のテニスとか、はいはいはい、パポみたいなとか、あんなんとか、なるほどね、ああいうのとか、それこそもうマリオブラザーズとか、そんなやって、いやジャンプすね、ジャンプすねとか言うてやりたいし、あれもええんちゃう、あの協力するやつ、ピコパーク。で先週やってたやんか、アフィリアのみんなで。やってたね。でも、うん、おじいちゃんおばあちゃんに喧嘩してほしくないな。喧嘩違いな、喧嘩になって。もうあれぐらいの年だったらもう譲り合うこととか大丈夫。でも誰もドアに行かなくなるじゃないですか、逆に。あんたどうぞ、いやあんたもどうぞみたいな感じ。それでいいんじゃん。まあでも指導するから面白いやん。確かに。この我々がやいのやいの言うて。おばあちゃん私の上にちょっとジャンプして乗ってみてみたいな。そう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 。ね。楽しいかも。そうそう、結構だからやり方以下ではあの年齢を超えた、ね、楽しみができて、でそんなのまた配信とかしたらより面白かったりするんちゃうかな。いやいや、いいね、ゲームとかでそうやって広がりを見せてるから素晴らしいですな。ホラーゲームって やってもらっても大丈夫なのかな。びっくりさせちゃうのかな。でもあの海外で VR とかでホラーゲーム見てるおじいちゃんおばあちゃんや見たことあるけど、うんうんうん、もうめちゃめちゃビビってんねん。もうガン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 、もうテレビバカン壊したり、もうやっぱ怖い、もういやだから余計怖がりはんのよ。俺らは知ってる上で怖がれるやん。あ、そうか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 。けどもうあの人からしたらもう何リアルなんだね。えってなるから。すごいよ、バーガーンこけたりソファーひっくり返したり。じゃあやっぱり怖くないものの方がいいんだね。そうね、やっぱり心臓に良くない。バイオハザードとかでバーガーン出てきたらハーってなるよ。もね、もう私がバイオハザードにってなるやん。白目向いて違う違う、まあだからね、楽しいのできたらいいよね。はい、じゃあ次のトピックスいきましょう。はい、萌え歯医者秋葉鹿はアニメ漫画オタク湯川院長が
歯科恐怖症の人たちが歯科医院を訪れるきっかけになってほしいという思いで秋葉原に会議を。メイク服で接客施術するほか、治療メニューの中には推しスタッフとおしゃべりしながら歯磨き練習や担当スタッフのチェキ、お絵描きとメイド喫茶のようなオプションも用意されているとのことです。いやすごいやん。すごいんですよ。あの歯医者さんってさ、椅子がこうウィーンって倒れるじゃないですか。このウィーンって倒れる椅子がゲーミングチェア風になってるっていうね。いやそれ意味ある。それ意味ある。大事じゃん、やっぱりそういうオタクとしてはそういうの大事じゃないですか。オタク心な。はい。あ、ちなみに院長、この院長はちゃんとあのメイド服ではなんかあの早く生きてらっしゃいますから。そこはお間違いのないように。いや別にええけど、来てくれてても。だからこのスタッフの人ともちゃんとその歯科衛生士とかそういうちゃんと、ね、当然はい持ってらっしゃる方々で、あ、こっちがこっちだこっちだ、そうなんですよ。いやすごいやん、衛生士を持っていて。だからうちで言うと、ゲッチャで言うと、エラバレシの元木ちゃんが歯科衛生士の資格持ってて。あ、持ってんの？持って、すごい。はい。だから、ここに勤めることも可能なんですけどね。あ、ほんまやな。皆さんスタッフたちは、その一部の方はコスプレイヤーだったり、ライブ配信者の後、そういう活動をしながら研究してらっしゃる方もなるほどいらっしゃるそうなので。そしたら別にやらされてる感はあんまりないってことね。いいよね。うん。で、きゅっ、ごめんね、いやいや、今日から急にやりますって言われたらスタッフも嫌やろうけど、ああいやいや、もともと分かった上で来てるんやから、開業なんでね。そうそう、か今回開業したので、そっか。歯茎注射はとても痛い、痛くないんだよ最近。さっきもね説明したんですけれども、表皮麻酔をしてから自動でマシーンで打つ注射だと全然痛くないの。最近のほんと歯科ってすごい発達してて全然痛くないのよ本当に。俺うちの後輩のね、ワンワンニャンニャン菊池っていうのが麻酔打ちますかって言われて、そこ痛くないで有名なの、有名なとこやってんけど、麻酔しますかって言ったら、麻酔っていくらするんですかって言ったら、2000ぐらいしますって言われて、じゃあ耐えますって言ってそこじゃ痛くないで言うてやってもうてんけど、やっぱりめっちゃ痛かって、って言ってて、ほんでガチャって終わって出たら、子供らがふっくっていう顔で見てて、もうほんまそこの、いややめなさいよ、営業妨害だよ。院長さんにとにかく麻酔だけは打ってくれって言われたって言ってたけどね。そう、麻酔はね何本からが実費になるのよ。量でその詳しいな。歯医者さん詳しい。歯医者さん詳しいじゃない。だから今回こちらに導入されてるこの歯医者のこの機械、めっちゃ新しい機械なんで。あ、そうだ、分かんない。はい。全然痛くない歯医者さんだと思いますよ。いやいや、もう俺もずっと子供の時から行ってる歯医者やからな。なんかもう後でここら辺がね、痺れてくるよね。麻酔切れそう、だから麻酔切れるまでは お茶とかこう、そう飲めない飲めない、片方にアカムがある方でストローで飲んだりとかね、しないって言うと、追い麻酔はそう実費になるのよ。いやでも行くたんびに進化してるよね。すごいよね。なんか昔なんか歯型つけるガムみたいなやつあれやん、あれって結構な時間ボサッと15分とか待たされてるね。でガタって向いて、今3分とかかな。もうすぐやね、すぐすぐよ、キュッキュッキュッって。今あれですよ、もうこうやってパーってカメラでもう全部歯型取れるんですよ。歯型？歯型取れるんですよ、カメラで。データを。だから行ってる歯医者さんの技術躍進がどこまでで、アメリカが一番歯医者発達してて、そのデータをアメリカに送るんですよ。あ、それあったあった。そしたらもうそれが送られてきて、私だからコロナ禍でアメリカ全然データが送ってくれなくて、それすっごい歯医者待たされたことがあるんですけど。データってコロナ関係あるの？輸送なの？あ、なんかそのいやほらやらマウスピースは輸送だったんですよ。ああそういうことね。アメリカで作ってみたいな。なんか矯正歯科だとなんか 3D スキャンあって、ね、そうそう。ちなみに
カネオさんはどんな歯医者さんだったら、えちなみに歯医者さんは苦手、はい、大丈夫、あ全然大丈夫でした、あ大丈夫、なんか虫歯がなくて、あ出た、 あんまりあそう行かないんですけど、ちゃんとあれだね、子供の頃に別々でご飯もらったのね、別々でご飯もらってた、どういうことですか、あの親がチューとかしたらあかんねん、映っちゃうのよ、あそうなんだ、虫歯菌が、そうそうそう、絶対子供の時したらあかんねん、そうなのよ、でも確かに子供の頃自分で30分ぐらい歯磨きして、その後親に仕上げ磨きもしてもらって、仕上げお母さん、それはもうご両親に感謝やで、そうですね、でも最近親知らず抜いた時に、うん、久々に行ったらめちゃくちゃ進化してて、なんか麻酔かける時だかに音楽流れるんですよ、癒しのメロディーみたいな、何の音楽忘れたんですけど、すごいオルゴールみたいな音流れて、なるほど、ちょっとだけ落ち着かせてくれる、あそうですそうです、すごいね、それすごかったですね、いやすごいね、進化してるよね、歯医者さん苦手な人いっぱいいるけど、いや、まあ、得意な人いないよ、今回あの こちらの歯医者さんはその、うん、治療だけじゃなくてスタッフさんと会話しに来るだけでも大歓迎とのことなので、歯医者怖いけ どちょっと伺ってみようかなみたいな、見てもらうだけでも随分違う、歯ブラシの時とかも綺麗になれ綺麗になれみたいな感じで、ってくれるのかな、美味しくなれアフィリアだったら、あの美味しくなれアフィリルみたいな、まあ昔やってたんで、ね、だからまあそんな感じで、いやいやシャコシャコシャコ綺麗になれ綺麗になれなんで言いながらやん朝チキ取りに、多分もうでもその人は絶対綺麗になれ自分でねって言うしかないからそれそうでしょ、そっちき取りに行くだけでもいいそうなので、はい、行っているうちにその、うん、まず歯医者さんに行くってことは怖くなくなってくるじゃん、そうそう、そうそうそう、で慣れてきたら一旦検査してみましょうか、うん、ってところから始めてみたら、でもなんかやっぱ歯科衛生士萌えの人は、うん、なんか逆に歯科衛生士の格好のままチェキサービスが欲しかったと思う人もいるんじゃないです か、そのうち両方パターン作ってほしいよね、うん、両パターン、ー 月水金は普通の衣装みたいな、のとか、ね、普通の制服そう、まあ、だから何にも知らんと急に行ったおっちゃんとか困るやろな、そう、あ、はあ、お帰りなさいませみたいな、そう、何のことですか確かに照れるかもしれんけどね、まあまあまあ、でもね、さすが秋葉ならではと、うん、みたいな感じですね、はい、はい、ということでぜひ、ね、皆さんもね興味ありましたらチェックしてみてください、はい、以上柳屋でございました。